それでは、今月の文献紹介として、間が発表させていただきます。まず、この論文についての情報です。NACL に投稿された論文のようです。まず、イントロダクションからです。これ、エンティティリンキングを、メインとしていて、W ってしたときに、WWW カンファレンスなのか、ワールドワイドウェブなのかっていうときに、こう本当は正解はこっちなのに、ただこっちの方がリンク先が多いっていう理由だけでこっちを選んで間違えて選んでしまうっていうことがよくあって、つながり、接続が全くないものは選ばれないということで間違った選択がされてしまうという欠点がありました。そこで、著者たちはこう、緻密化すること、電子ファイとかってすごい出てくるんですけど、緻密化させることで、エンティティリンキングの性能を向上することができるんじゃないかっていうふうに焦点を当てている研究になっています。貢献、次に、貢献です。エルデンというものからにという手法を提案して、すごい単純なんですけど、知識グラフ以下 KG って書くんですけど、これを、効果的にこう緻密化っていうか、なんかこうリンクをいっぱいつけてあげるみたいなものをしている。で、知識グラフを使っているエンティティリンキングの性能をこう簡単に上げることができたと。あと、それに伴ってエンティティリンクのない、全くこうそういうもののない普通とコードとデータを公開ここで、知識グラフを入れて、ウェブコーパスを使って、緻密化させて、緻密化した知識グラフをもとにこうエンティティ埋め込みを学習するってこう1番2番みたいなような、提案手法の流れになっています。2番は特にこう先行の研究と変わらないのであまりこう詳しくは説明しないんですけど、特にこう1番が筆者らのこう提案している強い特色のあるところだと思っています。で、先行研究、この山田さんたちの研究が、知識グラフ、一番左の知識グラフ、こう、緻密化させるような流れを作って、そこで緻密化したものを使っているというふうな感じになっています。まずこう知識グラフの緻密化についてちょっと簡単に説明していきます。緻密化の際にはこちらのようにこうウェブコーパスからこうミニグラムとかバイグラムとかで、頻度が10回以上、これ結構筆者が指定したんですけど10回以上出てきたものをこう擬似的なエンティティとして、それと、擬似的なエンティティと知識グラフ上のエンティティがこのウェブコーパス上でこう狂気したとき、またこうこちらに PMI の式があるんですけど、この PMI のやつを追加して、緻密化してしまうという流れになっています。でこう追加したときに一緒にこうリンクも貼ってあげるっていうふうなことをして、知識グラフをこう少しずつ増やしてあげるというような形になっています。次に、エンティティの埋め込みの学習、これ従来の手法と一緒なんですけど、ワードツベックの、スキップグラムで、ネガティブサンプリングを使ってこう以下の目的関数を最適化しています。でコンテキストのエンティティからターゲットのエンティティを予測するような流れになっています。
これは先行研究とあまり変わらないので、詳しく。知識グラフとしては、ウェブ、ウィキペディアのコーパスを使っています。これは先ほどの方法で緻密化されてあるものを使っています。で、評価方法はコヌルと TAC、タッグかな？わかんないけど、を使っていて、で、この P、ミクロとマクロっていうのがあるんですけど、P のミクロっていうのが、なんだっけな。P のマクロが文章ごとのもので、こう、ポジティブとかトゥルーポジティブ、フォルスポジティブっていうこととかをこう使って、P ミクロと P マクロをと算出しています。具体的な、Wikipedia のもののパラメータとかがこちらに示してあります。結果です。この3種類、コヌルだけはこう P ミクロと P マクロを使って、TAC だけはこう P ミクロだけで評価しているんですけど、提案手法の油田かなが、先行研究よりはこう高い数値を出して、上回る結果であるということが示されています。最後に、コンクルージョンです。既存の手法がこう、ですね、接続が、しています。既存のこうスウェートオブジェアートのベースラインを上回る性能を出していて、将来的にはこの GC エンティティのエンティティリンクキングを利用して、こう知識グラフにないエンティティよりこう上親の方かなのエンティティを推定して、こうまたさらに拡張していくとか、他のグラフ知識グラフとかを緻密化する手法で得られたエンティティ埋め込みについてこう調べていくというふうに述べていました。で、少し短いんですがこれで終わりにします。ありがとうございました。